大丈夫ですか、ブローニャさん。平気です。ただ、もどかしいですね。ええ。キアナのいる方向は分かっているのに、この閉鎖空間に閉じ込められるとは。しかも、宿主の命を人質に取るなんて。諦めろ。選択することから逃げる子供たちよ。宿主の命とキアナの命、どちらが大事か、そんなに難しい問題なの？あなたには理解できませんよ、リツシャ。はいはい、理解できないとも。ただあなたたちのキアナが二度とこの劇場から出られないことは知ってる。そしてあなたたちはこの閉じられた空間で地団駄を踏むことしかできないんだ。そうだ、あなたたちをここから出してその瞬間を見せた方がドラマチックかな。支配の律者。どうしました、委員長。ブローニャさん、アインシュタイン博士が言った二つの仮説のことを覚えていますか？支配の律者は外見上は何の個性もない同じ個体です。でも律者の性格は全部違っています。まるで宿主と同じ失敗を経験し、そして現実に押しつぶされてしまったかのよう。ここから二つの可能性が考えられます。一つ目、人形たちは独立した個体で独立した律者。その律者たちは共同でこの支配劇場という空間を作った。その場合、全ての個体を倒せば劇場は消え、事件も解決できるはずです。それはブローニャたちが最初に考えた仮説でしたが、人形たちは一夜にして復活しました。では二つ目の可能性について。人形たちは律者ではなく、本物の支配の律者はどこかに隠れて人形たちを操っているのではないでしょうか。その存在はまるでアリの群れを統率する女王アリのようで、人の心から共通する弱点を見つけ、それを増幅させ操って最終的に支配するんです。もしそうだとしたら、ここで人形たちの相手をしても意味はありません。ブローニャたちが倒さないといけないのは裏に隠れた黒幕です。何か策はありますか？はい、さっきから気になってたんですが、この場所が本当に閉鎖空間にあるなら、キアナのリストバンドの信号がここに届くはずないんです。もしかしたら閉鎖されているように見えて、実は視覚や空間の錯覚を利用しているだけなのかもしれません。人形たちでは無限に広がる空間を作れず、階段を動かしているだけの可能性があります。奴らが重点的に守っている場所に劇場の出入り口が隠されているかもしれません。なるほど、それなら邪魔してくる人形は気にせず、脆い場所を見つけてここを突破しましょう。はい、ただし少し時間が必要かもしれません。わかりました、戦闘は私に任せてください。ちょっと、さっきから何をブツブツ言ってる。気に食わないな。どこまで持つか見てみようじゃないか。ん？どうして戦ってるのはあなただけなのかな。もう一人はリタイア？おーい！いいだろう、さすが断りの律者だね。もうすぐです、委員長、あと少し頑張ってください。あ？何がもうすぐだ。プログラマーってのは一番嫌いだ。わからない文字を打って頭の中には狡猾な手段ばかりが並んでる。見つけました。
ここです。出られました。あれはキアナ。人形たちに追いつかれる前に急ぎましょう。ちょっと挨拶もせずに行っちゃうなんて白状だね。人形が、やはり劇場の中にいるからか、あっという間に追いつかれてしまいましたね。さすがだよグローニャ、いつもあなたに水を差される。私たちは植物じゃないんだよ。何度水を差せば気が済むんだ。やはりあなたを警戒しなければならないようだ。キアナに何をしたんですか？何も、天命の主教がしたことを再現したまでだ。見たければ自分の目で見てくればいい。あなたたちがここを通れるのならね。今回は前とは違う。あなたたちに残された道はこの一本だけだ。さあ選んで。どうせ逃げられないんだ。本気で救いたいのなら私たちを殺せ。どうしますか院長？すぐに他の道を見つけられそうにありません。それに宿主と直接つながりのある今の状態はこのまま続けさせるのも得策ではない気がします。どうやら他に方法はないみたいですね。ブローニャさん、私が人形と宿主のつながりを切断します。つながりを切断？どうやって？私は第二次崩壊の時にシーリンと崩壊の意志のつながりを中断させたことがあります。その原理は大体同じです。でも委員長はもう都政の羽を持っていません。ええ、私の力だけでは到底無理でしょう。だから四季の律者の力を借りることにします。四季の律者？でもそれは危険なんじゃ。分かっています。でもやってみないと。聞いてください。もしあなたに聞こえているのなら、キアナが今危ないんです。あなたの力が必要なんです。あなたの助けが必要なんです。僕年人、あなたたちいちいちうるさいししつこいんですよ。まずはケビンの手下、その次はわけのわからないデクノボ、今はあなたまで私に嫌がらせするんですか？お願いします。本当にあなたの力が必要なんです。はっ、奴らに律者の力を使うと力が奪われること、私が知らないとでも思ってるんですか？つまり釈刀殺人が望み、それとも一石二鳥を希望？はっ、わかりました。あなたもデクノボーの一員になったんですね。ふん、そうだろうと思いました。あなたの失敗だらけの人生ではあっさりと奴らに潰されてしまいますもんね。人形の一員にはなっていません。今奴らは無実の人たちの命を人質にしているんです。その意識のつながりを切断するため、あなたの力を貸してください。なってないと言われておいそれとそれを信じると思います？なってないなら力をよこせなんて言わないでしょ。力を借りるだけです。人形たちに勝てれば奪われません。私たちなら勝てます。うんうん、いいね。未来
界の勝利に拍手を。なんて言うと思った？私には何の関係もないでしょ。キアナはあなたを必要としています。彼女が必要としてるのは委員長なんでしょ。私もあなたが必要なんです。彼女があなたのことを不可じゃないと言ったのはあなたが嫌いだからじゃない。むしろあなたが唯一無二の魂だからこそそう言ったのです。あなたにはあなたの思考やこだわりがあって、そのこだわりを貫く執着もあります。自分が誰だか気にする必要はない。あなたはあなたのなりたい姿になれますから。ずっとそれを伝えたかったんです。キアナも私もあなたが戻ってくることを望んでいます。ふん、確かにあなたの話はあのデクノ坊たちよりかは面白いです。でも結局のところあなたたちがやらかした問題じゃないですか。あなたたちが解決すべきです。そう、やるなら自分で。ごめんなさい。僕電磁、あなた力が戻りました。今です。力何？あなた、その力は使えないはずじゃ。なるほど、これが力を奪われる感覚ですか。式の律者の方はどうなっていますか。彼女は大丈夫です。ただ私たちの間の会話は途切れましたが。でもまさか彼女が委員長に手を貸すとは思いませんでした。いいえ、正確に言うと彼女はこのことに同意していません。え？彼女の心の迷いをつかせてもらいました。ただこちらも時間がありませんでしたので。じゃあきっと今頃は怒り心頭ですね。ちゃんと彼女を見つけ出し謝ります。これは私が解決しなければならない問題です。でも今はキアナを助けに行きましょう。